分別ある分別を。人間は同質でもなければ平等でもない。だから関係する相手を分類せにはならぬ。実際それぞれ人はそれぞれの経験や心情によりそれぞれの基準で相手を区別しているはず。好きな人がいて嫌いな人がいる。役立つ人がいて迷惑な人がいる。老若男女、貧富の差、貢献度。会社組織には上司がいて部下がいる。それらは便宜上の役割分担かもしれないが、むしろ思考停止の平等主義こそ便宜的と言える。分類基準を波風立てずに統一できないため、とりあえず無難な無策対応をしているだけ。ゴミの分別もできない無分別な人は、勝手に処分できないだけにゴミより始末に困る。共同ゴミ置き場のゴミの出し方を見て、そんなことを思った。